どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ちょっと今日お知らせです。皆さんのスマホとかタブレットに入ってますか？こちら、ガズレシピ。これね、ガズレシピって何かというと、ガズレレがリリースしている楽譜が見られる超便利なアプリがあるんです。これでね、楽譜を見られたら自動スクロール機能とか、メトロノーム機能とかついていて、もうすごい今楽曲もたっぷり入ってるんですけれども、今回新たにですね、40曲、新しい楽曲が、追加されましたので、そのご報告です。どんな、ね、曲が入ったかというちょっと言ってきますと、カブトムシ、ラブイズオーバー、いちご白書、もう一度、君はバラより美しい、3、星野源さんとか、プロローグ、ウルさん、ライフタイムリスペクトとか、サライとか、優しいあの子、私がおばさんになって、マツケンサンバ、マジンガー Z、ウォーウォートナイト、春の日、東京キット、青い稲妻、笑顔のまんま、忘れな、怪物、夜遊びの怪物、ランナウェイと、いろいろ入ってますよ。これ皆さん、魅力的な新しい曲、40曲の楽譜が、アプリに追加されました、ガズレシピのアプリです。もし、入ってない方、スマホとかタブレットに入ってない方、まず、ダウンロード自体無料なんで、すぐさま、インストールはしといてください。そこでちょっと使い心地見てみて、よかったなと思って、1曲からも買えるし、セットになってブロックになってる40曲単位でも割安で買うことができます。その辺のことね、ちょっとここ見てもらうと使い方とかいろいろ分かりやすくなってるんで、ぜひちょっと、まずはちょっとインストールの方、お願いできればというふうに思います。あっちからこっちからいろんな方面からもういろいろ盛り上げております。ガズレレ今後ともよろしくお願いします。ではまた、ガズレレ YouTube でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。